いつも大変お世話になっております。楽天証券でチーフアナリストをしております今中と申します。今回はソニーについてお話しさせていただきます。ソニーのイメージングセンシングソリューション事業、これについて見ていきたいと思います。改めてソニーを分析したいと思います。一月前にソニーについてはお話ししました。ただその時の中心はゲームネットワークサービスだと。 ということでありまして、まあ、これが今このゲームの事業がソニーの中核事業ということになっております。ただこの事業につきましては、これから新世代機プレイステーション5が発売される、まあ、おそらく来年か遅れれば再来年になると思いますけども発売されるわけでありまして、当面は現役需になるということであります。一方でソニーの中でこのイメージアング、イメージングセンシングソリューション 以前、半導体部門と言っていたわけですが、イメージセンサーの部門です。ここが今、非常に好調であります。第1四半期4、6月期、495億円の営業利益が出ました。前年比で7割増の増益であります。で、実はこのソニーのイメージアンドセンシングソリューションですね。 会社側で今非常に慎重な見方をしております、横ばいということになっております、ただ第三期の動きを見ますとです、ね、これ、どうも情報修正になるかなということで、前回も実は1700億ぐらい行くだろうと見てたんですが、今回の予想では1900億、そして来期2400億ということで見ております。 これどういう事情かというふうに申しますと、まずスマートフォン、このイメージセンサーというのはスマートフォンのカメラの目に主に使われます。このカメラの目が多眼化、複数の目になって、イメージセンサーが横板ーー化すると、これが業績に寄与しております。多眼化、今、去年まではだいたい高級スマホで2個ないし3個のカメラの目がありました。それが今年に入りますと3個から4個になってきていると。 いうことでありますそしてイメージセンサーが大型化していって光をより吸収して明るい画像が撮れるということになってきているとこれが業績好調の元になっております、まあ、そういうことで言いますとこの部門、まあ、ISS というふうに略していますけれども情報修正の可能性が高いということであります、まあ、この辺りを見ますと全体の業績にもやはり結構器用があるということでありますこのイメージ グソリューションの分野以外は前回予想を今のところ維持しておりますただ一方でゲームについてはですね、11月発売の PS4 用 p s 用のソフトでデス,ストランディングというソフトがありますこれの売れ行き次第では情報修正がありあり得ますこのデス,ストランディングというソフトですがあの小島秀夫さんという非常に有名なクリエイターが作っているソフトでありまして 前評判のの非常に高いものであります一方で実はもともと下方修正している分野もありましてテレビカメラですね特にテレビにつきましては今世界的に売れ行きが怪しくなってきているということでありましてどうも会社予想は未達かなということであります全体を見ますと差し引きあるんですが全体では情報修正で来期も結構高水準の利益が期待できるんではないかというふうに思います。 それとこれが実は非常に今後のソニーにとって重要なポイントになってくるんですが2019年の5月今年5月にソニーとマイクロソフトでクラウドゲームとソニーのイメージセンサーとマイクロソフトの AI を使ったソリューションこの2つの分野で共同開発を進めようというこの提携交渉を開始いたしました。 このクラウドゲームにつきましてはまあ両者とも明言はしてないんですがもう見るからに明らかにこの11月に欧米でスタートするグーグルのクラウドゲームサービスステイリアですねこれへの対抗策ではないかということでありますこのステイリアというクラウドゲームサービスですけれどもグーグルがグローバルに持っている巨大なネットワークを使ってクラウドゲームをやるクラウドゲームと申しますのは手元のパソコンや スマートフォンそれからテレビでゲームができるようになりますゲームを手元にダウンロードすることなくセンターサーバーから流しっぱなしのソフトをそのまま使うという形になります従来遅延が発生するため遅延と申しますのは手元のスイッチを押して登場人物の画面の動きに反映されるのに一瞬二瞬間が空くということですねですんで激しい動きの格闘ゲームとかアクションゲームにはどうも向かないと 言われてきたんですが、Google はその遅延対策相当進めているのかなということであります。まああの今後ですね、数年にわたってそういうクラウドゲームが使えるようになりますと、ソニーとしてはやはりなとか手を打たないといけないところが。 単独ではなかなか企業の規模、インターネットの技術力、違いがあります。ネットワークの規模も違いがあります。ということで、マイクロソフトと提携する。マイクロソフトは世界今2位のクラウドサービス、Azure というものを持っておりまして、そういう意味では、ソニーが欲しい大規模ネットワーク、これをマイクロソフトは持っているわけであります。ただまあ一方で マイクロソフトのゲーム部門を持っております、まあ、あまりそう関心がないような感じなんですが、一方でマイクロソフトはソニーの自動車向けのイメージセンサーにどうも関心があるようであります。要するにイメージセンサーに AI を使って自動車、あるいはスマートフォン、あるいは FA とか医療ですね、そういう分野に、産業向けの分野に売ろうということであります。この分野将来結構有望な 分野にななりりそうな感じであります特に自動車向けでは自動運転ですね。ソニーは3年前に電装に対して初めてイメージセンサーを販売することに成功しました。で今、カローラにソニーのイメージセンサーを使った a d ス先進運転支援システム、これが入っております。 そうなりますと、電装からソニー向け電装からトヨタ向けではなくてだけではなくて、ホンダとかスズキ、あるいは GM、フォード、こういった電装の親密企業に対しても、有力な顧客に対しても、ソニーのイメージセンサー、プラスマイクロソフトの AI が売れていくんではないかと。 まあすぐにではなくてもですね、やはりこの5年10年でそういうビジネスが拡大できるんではないかということであります、えー。そういうことになりますと、実はアメリカの投資会社、サードポイントという会社が、このイメージセンサー ISS ですね、この事業の分離上場を主張しておりました。 これに対してソニーは CEO レターでこれは成長企業だから保有を継続するということを明言しております、まあ、あのこの背景はです、ね、やはり1つの重要な背景ですけれどもやはりソニーにとってはマイクロソフトの提携がもうこれ死活問題になってきているのではないかということでありますそういうことになりますとマイクロソフトが関心を持っている ISS の事業を売却するわけにはいかないと。 いうことであります。ま死、あ、活問題と言いますのは、iss 事業イメージセンサーの事業自体の将来性ですね。スマホだけではない、自動車向けの将来性等をもう一つ、マイクロソフトと提携するときの重要な材料になってくるということであります。業績を見ますと、会社予想。今期8100の営業利益9%減益なんですが、おそらくまあ情報修正があって6%減益ぐらいかなと。 来期はこの減益幅が縮小して8300億ぐらいかなというふうに見ております実はですね現役基調が続くとはいっても過去のソニーの利益トレンドからすると重要な変化があります過去は最高益が更新された後を大幅現役になるか場合によっては赤字になるということもありましたところが今回どうもそういうわけではなくて高水準の利益水準が続きそうなそういう状況であります はい、えもちろんリスクはありましてテレビ、カメラも続けていきます特にテレビについてはです、ね、やはり成熟化場合によっては市場の衰退が起こるリスクがあるわけでありますので、えーまあ、このあたりは1つのリスクにはなりますただまあリスクはあるとはいたしましてもゲームだけではなくてこの半導体ですねイメージセンサーの ような成長部門を抱えておるということを、これはやはりちゃんと評価したいと思います。ということで、今後6か月から12か月間の目標株価、従来6700円でありましたが、これを7800円に引き上げようというふうに考えております、はい。一定の投資見読みを感じているところでございます。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。